はい、どうもこんにちは、合気道家のトラソンです。身体操作やりたいと思います。今日はあの市内使ってこちらの道場居合道もやってますので、ね、居合道の中で、やってるものでちょっと動画やりたいなと思います。で、面切り、まあ刀で顔を切るっていう形ですけど、その攻撃の、受けとして止め受けっていうのがありまして、まあその説明の、内容と、まあその中身の方のね説明をしようかなと思います。はい、よろしくお願いします。ちょっと見えたけどさっきね、そうそう、ね、さっきのやつも使うっていう、そのまま使う。はい、はい、居合道で時代連儀で受けの名前は、上段左止め受けって言うんですけど、ちょっと一回やってみます。はい、お願いします。お願いします。まあ左面こう相手から見て左側の面を狙っていく。はい、いきます。一回こっちが先手こう、はい、こんな感じです。はい、結構な音しますね。まあしないなんでね、中身は。はい、これがまあ面切りで刀で切りに行く相手に対して止めに行くっていう動作の、止め受け、止め受けになります。はい、この止め受けなんですけど、まあ、刀ってね重たい武器なんで基本的には重さが乗って切りかかってきます。先そっち、次先手で、はい、受け入ります。いいよ。はい、攻撃に対してで重さがあるんで、あの自分の腕の筋力でやってしまうと腕だけで止めることになるので、重たい刀っていうのは基本的に重たくて負けます。いわゆるこういう状態ね、うわーって負けるってなりますからね。はい、でまああのうちの道場は身体操作っていうふうに体の使い方の稽古もするんですけど、あのまず自分の上半身が固まってると腕で相手のポイントを止めることになるので弱くなると。まあ、こういう状態ね、こういう状態。1回やってみます。思った以上に崩れた。あの、力んでる分、自分の体の重心が上に浮くから、固めてやると、上が崩れるっていうことにつながってきます。重さっていうのは、ここに丹田、まあ、実際は下丹田って言いますけど、おへその下に丹田っていうのがあって、そこに結構、重さがね集まっています。その重さを利用すればいいんですけど、上半身が固まって体が上に浮いてる分には重さ使えなくなるので弱くなるっていう形になっていく。なので基本的に肩を落として自分の体の力を抜いて止めなければならない。でも力だけ抜くって考えたら、やってみようかこういうことね。まあ怖いよね、正直ね。力抜けるんだもん。死ぬだけだよね。ね、死ぬだけで。もうなんか、弱々しい武士にしかならないわけですけど。じゃあ、ここからどうするかっていうと、自分の体の重さを利用することによって、相手のポイントを止めることができる。いわゆる相手は、まあ人によりますけど、自分の体を、腕だけ扱う人もいれば、体を使って切る人もいますけど、自分の体の重さを使うことによって、相手のポイントを止めることができるの。いうふうになります。で、まず最初やるのはとりあえず手を伸ばして背中伸ばそうかな。眼鏡抜杯って中国の方で言うんですけど、胸をこう、引っ込めて背中丸くして手がこう伸びる形が、まあ、肩が卓球ってわけじゃないですけど、ちょっとこう前に伸びる形の、動き、これでやってみます。で、最終的な状態がこうじゃなくてこうね、自分の胸が抜ける状態で終わりになります。これで一回いきましょう。はい、いい感じだね呼吸ができないけど、はい、はい、これでまあ最低限は止めれるかなっていう感じです。今はここの眼鏡抜杯、自分の胸を抜いて背中を丸くすることによって自分の上半身の体のつながりができて止めれますよっていう形になります。はい、まあ多分これだけでも十分効果は出るんですけど、でここからさていろいろやっていこうかな。まず回転を入れます。回転というのは自分の軸の回転を入れることによって、エネルギーを発する。力でやる分には
腕で止めてるだけなんで、腕の動きしか発生しない。力抜いてても無事ですよね。腕だけ動いてれば弱くなりますけど、眼鏡抜杯で作りました。回転、腰を回して、ここの回転を入れて手元に入れていく。そうすると、自分の体の動きが手元の方に伝わるので、回転のエネルギーが生まれます。これやってみましょう。はい。はい。だいぶ違うね。まあ見てる分には分かりにくいかもしれないですけど、はい。かなり納得してます、相手は。はい。納得してます。まあ回転を入れることによって、自分の回転のエネルギーが止めとして発生するという形になります。はい。で、次。タイミング。止めるタイミングね。タイミングっていうのは、いわゆる自分が一番強いタイミングで止めれるかどうか。相手の弱い部分をどこで、どこ、相手の弱い部分をどのタイミングで狙うか。かな。難しいな。まあ、左目、ちょっと刀置いていて。刀の左目に。刀入れて、自分の刀が、基本的にまっすぐ止めます。止め受けっていうのは。ただこれが自分方向にこう倒れてしまうと、どうしても相手の刀の重さがね、結構あるので、弱くなりやすいです。自分の刀も重たいんでね、実際は。重力の問題、こっちの方が弱くなりがちになります。はい。ってことは、相手の攻撃を、こう、もろに食らってしまうと、かなりしんどい状態になります。なので、まあ、基本的にまっすぐって言いますけど、相手の攻撃を、置いてて、自分の刀はこう縦にするんじゃなくて、ちょっと前に行くと、いわゆる自分が優勢になりますよね。重力的に自分の刀の方が下に沈む条件として、合致するんで、こう下に潰しやすくなるっていう条件が発生します。手前で止めると自分の刀の方が重たい、刀が重たいんでね、落ちるエネルギーで弱くなります。それを逆に取って、相手の刀を下に落としていく。これを狙っていこうか。早めに、はい、見えますかね。まあ、わかりにくいかもしれないですけど、ここじゃなくて、ここです。すごい動いてるけど。っていうタイミングの問題もある。タイミングできるんだったら、さっきの回転とかはあんまりなくてもいいかもしれません。でも、不測の事態っていうのは発生すると思うんで、そこは必要かなという形になります。じゃあ最後、そこまで長くやるつもりはないんですけど、止め受けっていう話ですけどね、実際は止め受けで止めるだけってなったらもったいないわけなんで、止め受けの動きを利用して相手の方に崩しを入れます。まあ、崩しって言っても別に吹っ飛ぶわけじゃないんでね。ドーンって、アニメみたいなことは絶対ないんで、受けを利用して相手の軸に影響が出るように崩しが発生したらベストですよね。相手を制圧することができるんで。それやってみましょう。で、置いといて。止めるだけって考えたら、自分の刀をそこに留める形で終わります。いわゆる置いときは守れる。まあ置いとくだけじゃないですけどね。で、こっから影響を与えるためには、刀、弾くだけだとあんまり崩れない、実は。刀しか弾いてないから。うん。まあ、崩れる人はいるかもしれないけどね。こういう人だったら多分、これで弾かれるかもしれないけど、うん、そんな簡単にはいかないと思うんで、ね。で、振動を与えます。振動。弾く瞬間に、刀から上、体にかけて、振動を与えるようにすると崩れます。いわゆる、人の体はね、80% ぐらいが水って、水分って言われるんでね、振動がこう伝わりやすい状態になってるわけですよ。なので力自慢で相手の手を刀を弾くっていうかは、自分の体から発生するエネルギーを使って相手に振動を与えていく。こう、ブルブルブルって。はい。まあ正直そこまで完璧にできてるかって言われるとわかんないですけど、理想はそうなります。相手の攻撃に対して、振動を与える。はい。多分見てる分にはわかんないですけど、受けてる人からすると、なんか、なんだろう。こう、中に入ってくる、ブワーってね。なんか、みたいな。揺れるものが若干あると思います。力が入りにくいとか、力吸い取られるみたいなね。そんなイメージが残るかなと思います。
はい、絵的には分からない。弾く分にはかっこいいですけどね、面が来て。弾く分にはかっこいいですけど。相手の中に通すためだったら、振動として残した方がいい。ジーンって。そう、しびれる感じになるんです。こっちの方がいいです。なぜかというと、相手の力を相殺することができるから。弾くだけだったら、相手はまだ多分動けますからね。対応するかもしれないし。なので、振動として残します。そのためには力を抜いて、自分の体の内部を振動させないといけない。はい。ここまでにします。まあ、具体的な内容は言いません。また今度別でやりたいと思います。はい。今日はここまでにしましょう。ありがとうございました。はい。はい。今日は止め系ちょっと軽く説明させていただきました。まあ、刃道はね、刀の武術ですけど、まあ、こういった稽古を行うことによって、それが合気道の方にもつながってきたら、なかなかレベルが上がると思いますので、練習してくれたらいいなと思います。はい。以上です。ありがとうございました。